今週のおまけです。今週のおまけは嘘つきは財務省の始まりさん、女性で50代滋賀県の方ですが、西田先生こんにちは。 IMF がまた日本への財政健全化を呼びかけています。財務官僚が役になっている組織でもある IMF もやっぱり連合国側の組織なのでしょうか。この問題はですね、前に私が、高橋陽一先生と対談をしまして、今これ中間にしたら流れてますけれどもね、その中でも出てきたのかと思うんですけれどもね、これは高橋陽一先生がおっしゃっていたことですから事実なんですけども、要するに IMF に財務省のから出向してるわけですよ。毎年何人か、毎年毎年これ入れ替わりね、やってるわけですね。で、IMF のと言ってもですね、要するにその日本から行ってる IMF の人が IMF の名を語って、まあ、要するに財務省の人間が IMF の名前を語ってですね、発表している、まあ、これがほとんどなわけですね。で、今回のこの記事はですね、日本は財政健全化を推進、債務膨張で GDP の 2.5 倍になっていると IMF の幹部が言っていると。で、この IMF の、この幹部がですね、この記事によりますとですね、IMF のガスパール財政局長さんが言ってることになってるんですけれども、要するにこういう方が言っていても裏で絵を描いてる人がいるわけなんですよね。で、問題はIMF というのはですね、まあ戦後のですね、ドル基軸通貨で世界をですね、国際取引ができている、その仕組みを作ってるわけであります。で、アメリカが当然主力なんですよね。その体制の中でですね、財政の健全化というのはですね、これもともと財政法というのが、GHQ によって作られたんだと私言ってますけれどもね、その GHQ、 要するにアメリカ政府ですよね。アメリカ政府もですね、実は、そういう考え方にこびりつかれているというかね、やっぱり財政健全化のはどっか残るわけですよ。というのは要するに、アメリカの債務上限規制っていうのがあるというのを皆さん方ご存知ですよね。で、ちょっと具体的な数字忘れちゃいましたけれども、国債の額、債務の額が、政府の額がこれ以上増えると、これダメだと。で、やめるために、それを増やすためには議会の承認がいると、まあ、議会の承認をすればもちろん出せるわけなんですけれどもね、それが時として政治に使われるわけですよ。政権を、まあ、与党、野党、共和党、民主党と時の政権によってこう出てくるわけですけれどもね。だからその時に、今でしたらバイデン政権で、これが今年の11月に大統領選挙あってトランプ大統領になるかも分かりませんけれども、今共和党の勢力が増えてるわけですよね。で、バイデン政権を牽制するためにも債務上限、これは認められない、この例えばウクライナ支援をやめなきゃ出さないとかね、やるわけなんですよね。それで共和党が正しいとか民主党が正しいとか言うんじゃなくて、アメリカの中でもやっぱりですね、いくらでも国債を発行していいじゃないかという話はですね、やっぱりなかなかないわけです。で、必要なことをやらなきゃならないけど、いくらでも出せばいいということはなかなか議会の中ではですね、多数じゃないわけですね。で、特に、まあ、いくらでも出せるという話は、いわゆるオカシオ・コルテスという民主党の下院議員ですかね。で、この人が MMT 論をですね、盛んに言って、何年か前ですね、もう、5、6年前にものすごくこう有名になってきたんですけれども、先日、日本のあるアメリカ大使館の、財務省の方、財務官がですね、私と対談をしたという話、どこかで話したかもしれませんけれども、まあ、その中でも彼らが言っていたのはね、MMT というのはアメリカでは今全然ダメなんですと言うんですよ。それ何でかというと、オカシオ・コルテスさんが言って有名になったり、それからランダル・レイ、それからステファニー・ケルトンというニューヨーク市立大学の教授、有名な先生方たくさんおられて日本にも来られたりしましたけれどもね。で、それで実際、コロナの時に、このさまざまな援助したわけですね。で、その財源は国債なんですよ。だから MMT をあるし実行したんですね。で、実行したけれども、その結果ですね、大変なインフレになったんですよ。だからこれはもう経済は、インフレっていうのはある意味デフレと同じように経済も破綻させてしまっていると。
でこんなもんダメだという形でアメリカでは MMT なんかがなってるということを、この大使館の財務官が言ってましたけれどもね、それは当然なんですね。インフレの時にお金どんどん出しちゃダメでしょう、それはね。だからそこは時と、状況によってですね、 TPO によって使い分けるべきなんですけれども、ことほどさようにこのアメリカですらですね、財政政策経済政策でいうと本当のところですね、全部すべて分かって、なってるという人はまあいないわけですね。でむしろ、その政府がいくらでも出せるのは事実だとしても、出せば出すいくらでも出せるかといっても経済自体が歪んでしまうわけですよ ね。だからそういう意味で、健全財政というか、財政政策というのは慎重にやらなきゃならないんだけど、その意味はいわゆるデフレかデフレでないかということですよ。デフレの状況、日本のようにまだちゃんとですね、需要が伸びてどん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 投資が進んでいるという状況でない時には出して構わないところが出さなきゃいけないわけですよ。そしてそれが政府ではなくて民間がどんどん投資をするようになれば、政府の方の投資、これは通貨発行による投資は減らしていけばいいんですけれどもね。でその辺のところが全体像としてアメリカでも実は、整理されていない。日本よりマシだとは思いますけど整理されていない。でそのアメリカが作っている IMF ですからね、基本的に、アメリカでも今言ったようにコロナの時にたくさん、通貨発行で予算拡大してですね、大変なことになっちゃったという現実がありますね。インフレが、9% 台のインフレとか言われてましたけれどもね。そうすると日本はアメリカ以上に債務残高が多いんじゃないかと、でこんなことでいいの、経済破綻するぞと言いたくなるんですけれど、それは余計なお世話というかね、その絵を描いてるのはそもそもが日本から言ってる財務官僚でありですね、そしてね、アメリカのこの IMF の財政局長さんが ね言う前に、そもそもアメリカでインフレの時に財政拡大しちゃダメだよと、そちらの注意を IMF は言うべきなんですよね。だから言ってる方向が違うということを私は申し上げたいと思います。ということでちょっと長くなりましたけれども、今週のおまけでした。ありがとうございました。